ビートルズ・ビートルズの作品カムトゥゲザービートルズ、ビートルズの曲名一覧カムトゥゲザー、カムトゥゲザーはビートルズの楽曲。1969年9月に発売された11作目のイギリス版公式オリジナルアルバムアビーロードに収録された。翌10月にサムシングとの両 A 面シングルとしてシングルカットされアメリカのビルボードホット100で最高位1位。 全英シングルチャートで最高位4位を獲得した。レノン・マッカートニー名義となっているが、実質的には、ジョン・レノンによって書かれた楽曲。ローリングストーンの選ぶオールタイム、グレーテストソング500において、202位にランクされている。モントリオールでのベッドインの様子。ジョン・レノンと、小野洋子の真ん中に映っているのが、ティモシー・リアリー。本作は、ドラッグの教祖と、 あだ名されていたティモシー・リアリーがアメリカ合衆国カリフォルニア州知事選挙に出馬を表明した際の応援ソングとして作られた楽曲。レノンと妻である小野陽子は1969年5月28日から6月2日にかけてモントリオールで2回目のベッドインを行った。ベッドインが行われたクイーン・エリザベスホテルには 多数の訪問者が迎えられ、リアリーはそのうちの一人であった。リアリーは当時、ロナルド・レーガンを更迭するキャンペーンのために、come together, join the party というスローガンを打ち出しており、レノンに対して選挙のキャンペーンソングの制作を依頼した。この時に出来上がったのは、come together and join the party というフレーズのみの、ちゃんとであった。 レノンはこの曲を完成させて録音することを約束し、リアリーに録音したテープを渡したが、以降二人が交流することはなかった。さらにリアリーは選挙運動中に、マリファナ所持により逮捕され、キャンペーンは中止となった。アルバム、アビーロードのセッション中であった1969年7月、レノンは、リアリーのキャンペーン曲の、カムト e t o g e というフレーズを使って、アルバム用の新曲を作曲。 チャックベリーが1956年に発表した You Can't Catch Me をベースとした本作はアップテンポのブルース調の楽曲として書かれ、歌詞ではベリーの You Can't Catch Me の Here Come All Flat Top H.E. Come Groovin g Up Slowly というフレーズを Here Come's All The Flat Top H.E. Come's Groovin g Up Slowly とわずかに変えて使っている。 またレノーンは未完成の未発表曲、ウォッチング、レインボーズから、シュートミーというフレーズを取り入れている。歌詞について、作家のピーター・ドゲットは、各フレーズが流れていくのが早すぎて、一丁しただけでは理解できないが、サウンドが意味と同じくらい重要だと述べている。本作についてレノーンは、この曲はファンキーだ。ビートルズの作品の中で、僕の好きな曲だと言えるし、また、 レノンの作品の中でも好きなものの一つだね。ファンキーでブルースっぽくて僕もかなりうまく歌っているしね。サウンドが気に入っているんだ。踊ることもできる。この曲は買いだねと語っている。レノンが本作をバンドメンバーに披露した時のことについてマッカートニーはジョンがこの曲を持ってきた時は明らかにチャックベリーの曲によく似たアップテンポの陽気な曲だった。だから もっとテンポを落としてアレンジを一変させよう。そしたらファンキーになってチャックのレコードから離れられると言ったと語っている。ビートルズの歴史家であるジョナサン・グールドはこの曲にはたった一人のパーリアのような主人公がいて、レノンはもう一つの不愛想な自画像を描いていると述べている。1987年12月にテレビ番組ウエスト57スストリートで行われた。 セリーナ・スコットによるインタビューで、ジョージ・ハリスンは本作で2行だけ書いたことを明かしている。歌詞は日本語に直訳すると意味不明なものであり、1976年に再発されたアナログ版、アビーロードの歌詞カードには大役不可能と記載されていたほどである。歌詞については、ビートルズの各メンバーについての言及という説が存在している。冒頭の シュッと聞こえる声は、シュートミートを歌っており、1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジーさんに収録されたアウトテイクの冒頭や感想部分では、レノンがシュートミート言っているのがはっきり聞き取れる。歌詞に登場するバックプロダクションは、レノンとオノが複数の芸術活動を取り仕切るために設立した会社の名前で、 この名前は二人が行っていたバギズムに由来している。この他、マディ・ウォーターや、モジョ・フィルターと、マディ・ウォーターズ及びウォーターズの楽曲、ガット前モジョ・ワーキングを彷彿させるフレーズも、含まれている。また、マッカートニーが、アーリー・ウォーニングというフレーズに疑問を呈し、それに対してレノンは、そう、あいつのような男には、お似合いだと答えたというエピソードが残されている。 カムトゥゲザーのレコーディングは、1969年7月21日に EMI スタジオで開始された。4トラックレコーダーを使用して8テーク録音され、トラック1に、マッカートニーのベース、トラック2に、ジョージ・ハリスンのギター、トラック3に、リンゴスターのドラムス、トラック4に、デノンのボーカルと手拍子、4番のバースの後に入る、タンバリンが収録された。 複数のテイクにおいて、He's got to get injections, cause he's so, hard to see と歌われているが、このフレーズは後に行われたボーカルのオーバーダビング時に、g o t to be good looking, cause he's so, hard to see に変更された。8テイク録音された後、テイク6がマスターとして採用され、4トラックテープを8トラックレコーダーに移し替える際に、テイク9と名付けられた。 トラック5にエレクトリックピアノとギター、トラック6にギターとマラカス、トラック7にギターソロとバッキングボーカル、トラック8に2番3番4番のバースに入っているマッカートニーのバッキングボーカルとレノンの一部フレーズをダブルトラックにしたボーカルが収録された。また、レノンによって新しいボーカルがオーバーダビングされた際にテープディレイが加えられた。後にマッカートニーは 本作でのバッキングボーカルについて昔のようにうまくハモれなかったと述べている。Come together はアルバムアビーロードの A 面1曲目として収録された後、同作収録曲サムシングとの両 A 面シングルとしてリカットされた。シングル版はアメリカで1969年10月6日にリリースされ1969年11月29日付のビルボードホット100で 1> 第1位を獲得し、1969年年間ランキングでは第4位にランクインした。英米でジョン・レノン作のビートルズナンバーとしては最後のチャート1位となっている。イギリスでは10月31日にリリースされ、全英シングルチャートで最高4位を記録した。1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジー3には、 1969年7月21日に録音された第一テイクが収録された。前述のようにリリースされたものと歌詞が一部異なっている。2006年にシ塾でク・デ・ソレイユのミュージカルのサウンドトラック版ラブには Come Together, d e a p u d e n c e Cry Baby Cry というメドレー形式の楽曲として収録された。この音源では エンディングが、ディア・プルーデンスのエンディング部分とクロスフェードし、ア・デイ・イン・ザ・ライフのピアノとドラム、エリナー・リグビーのストリングスが加えられた、Can You Take Me Back? が流れて、実曲につながるように編集されている。2019年に発売された、アビー・ロードの CD3 には、テイク5が収録された。ビートルズ解散後、レノンは、チャックベリーの著作権者であるモリス・レビーから、 本作のメロディと一部の歌詞がベリーの You Can't Catch Me の歌詞及びメロディの盗作であるとして訴えられた。1973年にアルバム心の壁愛の橋にモリスが権利を有するリードシーのヤヤを入れることロックンロールにベリーの You Can't Catch Me と Sweet Little ー,トトーン、そしてヤヤを収録することでレノンとレビィは和解した。 出展レノンはビートルズ解散後の1972年にニューヨークで開催されたチャリティーコンサートでエレファンツメモリーと共に演奏した。この時の音源がライブアルバムライブインニューヨークシティやベストアルバム決定バンジョンレノンワーキングクラスヒーローに収録された。マッカートニーはポールウェラー、ノエル・ギャラガー、スティーブ・ホワイトらと共に百九十五年に 発売されたチャリティーアルバムザ・ヘルプ・アルバムにてザ・スモーキン・モジョ・フィルターズ名義でカバーした。このバージョンは全英シングルチャートで最高位19位を獲得した。ビートルズバージョンが発売された1ヶ月後、アイクティナ・ターナーは1969年11月のマディソン・スクエア・ガーデン公演などでカム・トゥ・ゲザーを演奏するようになった。ライブでの演奏後の世間の反応を受けて 1969年12月にスタジオで録音された音源が発売された。シングル版はビルボードホット100で最高位57位、ビルボード R&B シングルスで最高位21位を獲得した。シングル版の B 面にはローリングストーンズのカバー曲、ホンキートンクウィメンが収録されている。このカバーバージョンは1970年に発売されたアイク ティナ・ターナーの同盟のアルバムからの先行シングルとなっている。その後、グレイテスト・ヒッツ、プラウド・メアリー、ザ・ベスト・オブ・アイクティナ・ターナー、ザ・アイクティナ・ターナー・ストーリー、1960から1975などのコンピレーションアルバムに収録された。2017年9月8日に、ゲイリー・クラーク・ジュニアとジャンキー・ XL は同年に公開された。 映画、ジャスティスリーグのサウンドトラックアルバムからの第一弾シングルとして、カム・トゥ・ゲザーのカバーバージョンを発売した。10月27日には、ゲイリー・クラーク・ジュニアがギターを弾きながら歌う様子と映画のシーンで構成されたミュージックビデオが公開された。シングルは、ビルボードのデジタルソングズ・セールズで最高位27位、ホットロックオルターナティブソングズで最高位7位を獲得した。 日本では、桑田圭介が1986年と1987年に、クリスマスの特別番組でカバーした。その他にも1993年にフジテレビ深夜の音楽番組内で、アン・ルイス、大沢義行、海服智博、サンディ、ジェームズ・のルウッドらがユニットでカバーしている。ありがとうございます。